イゴール・ペトロービチ・ペトレンコは、ロシア連邦の俳優である。2002年の戦争映画、東部戦線1944が出世作となり、同年、ニカ新人賞を受賞。2003年、ロシア連邦国家賞を受賞。2009年4月1日より、ロシア映画人連盟のメンバーである。なお、名前の発音は、イーゴリと表記するのが一般的である。 ドイツ最統一前の東ドイツ、ポツダムの生まれ。ポツダムは軍人であった父の従軍先である。母は英語の通訳をしていた。彼が3歳の時、家族でモスクワに戻った。子供の頃の趣味はスポーツ。学校は好きではないが、唯一好きな教科は英語だったという。高校卒業後、シェープン記念演劇大学の生徒募集を知り、 冗談のつもりでテストを受けたところ、何百人もの候補者の中から選ばれて入学。真剣に演技を学び始めた。2000年にシェープン記念演劇大学を卒業し、モスクワのマールイ劇場に入ったが、しばらくして絶え間ない撮影のために離脱した。2001年、映画条件反射でスクリーンデビュー。映画も彼の役柄も不成功に終わったが、 続いて出演した TV シリーズモスクワの窓で初めて注目を集めた。ペトレンコの人気を決定づけたのは2002年の映画東部戦線1944である独祖戦における偵察部隊の活躍を描いた戦争ドラマで主人公のトラフキン中尉を演じた。また、この役柄によって2002年の国内映画賞2課の今年の新人部門に選ばれた。 その他の代表的な役柄として、映画では、ベーラの運転手の純朴な運転手、ビクター役、隊長、ブーリバの比例に命を捧げるコサックの青年、アンドレイ役などがある。TV シリーズでは、現代の英雄の悩める青年将校、ペチョリン役、名探偵シャーロック・ホームズで、従来の紳士的な名探偵像を覆した、ホームズ役などがある。なお、 名探偵シャーロック・ホームズで相棒ワトソン博士を演じたコアンドレー・パニンとは、ベーラの運転手、離脱と合わせて3回の共演歴がある。演劇学校在籍時に出会った女優イリーナ・レオノバと2000年の卒業後すぐ結婚し2004年に離婚。女優、エカテリーナ・クリモバと TV シリーズ、モスクワの窓で共演し、2004年に結婚。クリモバとは二次を得たが、 2014年に離婚。離婚後、女優クリスチャン・ブロディと交際を始め、2016年に結婚。現在は、サンクトペテルブルクにて、ブロディとブロディとの間に生まれた二児と共に暮らしている。レニングラードのロマンスマラート役。ありがとうございます。